皆さんこんにちは、ターさんの外食日記です。今日は朝から鳥道酒場に来ました。お酒を飲みながら、何か美味しいものをつまみながら飲む、のんびりと。ではお店の中に入っていきましょう。でこちらが飲み放題のメニュー。一品以上頼めばこの値段で飲み放題みたいなんで、かなりリーズナブルだと思うんで、まあ、こんな感じで安いよね。何飲もうかな。まあ 4、5 杯は飲もう。まずこちら一品目はサーモン刺し。ごぼうチップス。この日初めてごぼうチップス食べたんだけど、硬いのかなと思ったら柔らかくてすごい美味しかった。ポテトチップスより好きかも、ごぼうチップスの方が。海鮮サラダ。丸ごと食べてサーモンが入っててめちゃうまい。今度はトリスハイボール。ハイボールにはこれでしょう。じゃじゃん。ふっくらした感じの手羽、うまそう。ふっくらジューシーな手羽からの味付けは塩コショウがいいよね。今手羽に合うハイボール。でも味うまい。ふっくらしてる。串おまかせ御殿盛り。うずらの卵からのトリスハイボール。この日初めて飲むブルーベリーサワー。お味はどうかな。ブルーベリーの爽やかな甘さ、お酒が進む進む。プロピロの実なんて何年前流行ったんだ。そっか、これ混ざってなかったのかな。下に行けば行くほど甘くて美味しいんだけど、ないからマドラーがある串で混ぜてみよう。はい、またまたおかわりしちゃった。カルビサワー。すごいね、ブルーベリーサワーね、めちゃくちゃうまかった。けど動画的にカルピスサワーとか色が違わないと分かんないと思ってカルピスサワーにしました。届いたぜ、鶏餃子。それとちょっとおしゃれなじゃじゃーん、シーカーサワー。いっちゃうよ。おー、すげえ、ふっくらしててうまそうだな、これ。よいしょ。おいしい。おいしい。鶏肉でうめんだけどさ、めっちゃめちゃ熱いんだよね。鶏肉だって初めて食ったけど、シモフリバサシ。やっぱニンニクとネギでいただくのが上等手段かな、タマさん的に。すげえ、お酒は進みそう。ニンニクとさ、醤油とさ、神だよね。来ました来ました、青りんごとか。
飲むと顔が赤くなります。シャツのようなごちそうさまでした。本日も動画のご視聴ありがとうございます。今日激安で飲めたタサンの動画飲みてえな、うまそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、ただの酔っ払いじゃないよ。さよなら。